フルトネヘです。スイング、スイングのリズムやってみましたけどね。いかがですかね。まあ僕なりに、まあスイングどういうものかというのをね調べて、そのまとめをやってみたわけですけど、であとねちょっと分かんなかったのが、スイングっていうのはだからこの、8分音符がタンタンって並んでるのがタッタタッタってやるのね。それがまあスイングの基本だっていうのは、分かるんですけどね。まあでこう大事なのはタンタっていうのをね、アクセントをタンタっていう時に最初の伸ばす方にアクセントを置いちゃいけないってね、これね、これだから最初の方にタンタってタンタタンタってやると、あの和太鼓の日本の民謡みたいなリズムになるからダメだとね。だからイーブンに持っていくというのが大事だってよく言われてますね。だからタンタタンタンタ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 、だからなんか重い感じ、タンタ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 、重い感じが大事なんだと、ジャズの場合ね。そこ一つ押さえないといけない。そのアクセントの話、そのアクセントの話だよね。でもう一つね、アクセントの話っていうのが別の次元であって、2拍と4拍目にアクセントを置くっていう話もあるんですよね。これは特にドラム、ジャズドラムの方であるんだけど、それとの兼ね合いっていうのがねちょっと分かんないんですよ。だからドラムの場合ね、だから、基本的な叩き方はチャーチャッカ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 って叩くんだけど、それがだからチャーチャッカチャーチャッ、まあ、極端に言うとですよ、チャーチャッカチャーチャッカって言ったら2拍目と4拍目にあのアクセントが来るね、っていうのがあるんですよ。それがだからサックスのこのタタ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 っていうリズムの中に大きな枠として2拍目と4拍目にもアクセントが来るのかどうかね、いるのを聞いてます。なのでちょっとね、ご教授ください。詳しい方、ジャズのリズムに詳しい方、だからドラムにも精通してないとこの話は分かんないのかなと思うけど、どうなんですかね。